マイケル・バイカートは、ドイツ・ハンブルク出身のギタリスト、ドイツのパワーメタルバンドヘラインのリーダー格である。愛称は、バイキー、身長190センチメートル。ベースのマーカス・グロスコフと共に、ハロウィン指導当初から在籍している。ハンブルクで、パワーフールというバンドで活動していた時、当時、アイアンフィストで活動していた海運船を、自身のバンドに引き入れようとしたが、結果的には、 バイカートがアイアンフィストへ加入。その後バンドはハロウィンと名前を変え、ノイズレコードからリリースされていたデスメタルサンプラーに2曲提供し、デビューを果たした。この提供した2曲のうち1曲はバイカートがパワーフール時代に作曲したものである。ハロウィンは守護神伝シリーズのヒットにより、世界中の注目を浴びる。バイカートはその中でイーグルフライフリー、ドクタースタイン、 キーパーオブ of the Seven Keys, A Tale That Wasn't Right などの曲を手掛けており、これらは今日に至るまでハロウィンの代表曲となった。海半戦がハロウィンを脱退した後は実質バンドのリーダー格としてハロウィンを支えている。海半戦とは彼がハロウィンと脱退してから、しばらくの間、両者との間に格出があったと言われていたが、ただバイキーの語るところでは脱退後2回から、 もう同じバンドにはいないけど、また友達同士の関係に戻れると言われたことや、バイキー本人も、ガンマレーのアルバム、才能モアのレコーディング時に、スタジオに遊びに行ったことを、最近になって、カイをライブのゲストとして呼んでいる。また近年では、ハロウィンがカイ率いる、ガンマレーと共にツアーを行ったりと、積極的に交流を深めているようである。 使用ギターは、1990年代頃までは、ギブソンフライング V や、ギブソンエクスプローラー、ギブソンレスポールカスタム、フェンダーストラトキャスター、フェルナンデスのストラトタイプ、ヤマハパシハカカスタムなど、いずれもホワイトカラーのものを使うことが多かったが、近年では、ギブソンレスポールトラディショナルや、ギブソンフライング V のフロイドローズタイプ等の様々なカラーのモデルを愛用。 ストレートアウトオブヘルリリース以降はギブソンフライング部位にバンドのマスコットであるパンプキンのイラストをペイントしたものを使用することもある。現在はスペイン領カナリア諸島のテネリフェに在住。なお、ハロウィンの原ボーカリストであるアンディデリスも同地に在住している。ありがとうございます。